もこんにちは、フォーティナイナーズのあずっぺです。今日は、デニムジャケットに合うパンツスタイルっていうのを紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではまず一つ目のスタイルを紹介していきます。まずはこちらです。鉄板のスタイルなんですけど、デニムジャケットとスウェットとベイカーパンツのスタイルです。はい、王道のミリタリーのね、ベイカーパンツなんですけども、まあ、それに少し淡めのこういったパープルとか、まあ、普段ならグレーとかね、いろんなものを合わせてもらって、で上はまあ割とジャスト目なので、まあ、下はこういったあえてドレープ感のある太めな、ベイカーパンツのサイズ感にしてます。はい、じゃ続いてのスタイルはこちらです。今回はスウェットパンツを合わせてもらったんですけど、ちょっとこう部屋着感の出やすいスウェットパンツだと思うんですけど、それをこうやってダウンベストとブーツと一緒に合わせてもらうことで、おしゃれなコーディネートに仕上がると思います。はい、このスウェットパンツね、こう見えてリバースの生地で、ストレッチが少し入っていて、すごい、伸びにくくて可動性もいいので、ブーツとかスニーカーとも、相性良しなのでおすすめです。はい、ちなみにデニムジャケットと合わせスウェットはグレーが一番いいと思います。はい、じゃあ次3つ目のスタイルを紹介していきます。先ほどのスタイルとはちょっと違った印象のこんな感じです。上はニットで、下はビーチクラスのパンツを履いていただいて、靴は革靴を履いてもらって、まあ、全体的にシックにまとめてもらいました。はい、今回も上はタイトめなので、まあ、ボトムはね少し緩めのこうやってビーチを履いてます。で、まあこうやってねシックなんですけども、まあ、お出かけするときは、まあ、ちょっとアクセントで、こんなのがありなんじゃないかなと思います。大人のデニムスタイルですね。はい、じゃあ最後のスタイルはこんな感じです。でこちらですね、フリースのブラックのパンツになるんですけれども、まあ、今回こうやってモノトーンコーデにしてみて、まあ、カチッとなりすぎなところがあるんですけれど、そこでデニムジャケットをこう1枚羽織ることでよりカジュアル感を出したスタイルになっております。で足元もちょっと派手めなスニーカーでワンポイントとなっていると思います。はい、上にねちょっとウエイトを持ってきてるので、トップスに足元はねこうやってこう少し、テーパードにかかったこのパンツだからこそ、出せる、まあ、スタイルというか表現かなと思います。じゃ最後は番外編です。今回はジャケットにこのような柄のパンツを合わせてみました。であとですね、やっぱりこれからの時期にジャケット1枚だと寒いので、ジャケットをアウターの中に1枚着るという、着方のスタイルです。はい、今回はですね、まあ、ちょっとあえてハードな着方をしています。ボーダーのパンツなのでバイカーテイストに、ちょっと振った感じで、それにウールとレザーのコンビのジャケットですね、まあ、上に着込むことで、まあ、Gジャンを、まあ、シャツみたいな感じで着るスタイルです。まあ、これだとね、Gジャン脱いでも様になるので、ちょっとハードな印象でいきたいときはこういうスタイルもおすすめです。はい、じゃあ今日はですね、デニムジャケットに合うパンツスタイルっていうのを紹介させていただきました。で今日も私もデニムジャケットを着てるんですけれども、オーバーオールがちょっとゆったりしてるので、デニムジャケットはジャストサイズで合わせてコンパクトにまとめてみました。でまたデニムジャケット1枚持ってると、まあ、カジュアルな着こなしからちょっとまあ綺麗めなスタイルっていうのもできるので、ぜひ一度、皆さんデニムジャケットをいろんな着方をして楽しんでみてください。それでは今日もありがとうございました。